ふんふんふん。どうした自然吸気ちゃん。鼻歌なんて歌って珍しいな。おはようターボチャージャーちゃん。昨日テレビの歌番組を見ていたら、米津玄師さんが出演していたの。どこかで聞き覚えある曲だと思ったが、ジェイドの CM で流れていたやつか。ジェイドってホンダの車だっけ？あんまり走ってるところ見かけないよね。有名歌手を起用して大々的に宣伝していたが、残念ながら現在は販売終了してしまったな。え、そんなに古い車じゃないよね。なんだか嫌な予感がするなぁ。CM 曲自体はヒットしたんだけどな。有名歌手を起用して宣伝したところで、商品本来の魅力は伝わらなかったようだ。要するにしくじり者なのね。ということで今回は、ホンダ、ジェイドについて解説するぜ。このチャンネル、ブンブンキャスト、では、名車の歴史や車の雑学などを解説しているぜ。しくじり者シリーズをはじめ、車好きがワクワクする情報を発信しているよ。最新の動画を見逃してしまわないように、ぜひ今のうちにチャンネル登録してくれよな。それでは、ゆっくりしていってねー。ジェイドはホンダが2015年に発売した、2×3 の6人乗りロールーフミニバンだ。え、ワゴンじゃなくてミニバンなんだ。前高が低くてスタイリッシュだから、てっきりステーションワゴンだと思ってたよ。もともとは中国市場での販売を見据えた車でな、発売当初は3列シート使用車だけなんだぜ。発売当初はってことは、後から2列シート使用車も登場したの。2018年に実施されたマイナーチェンジで、ジェイドは2列シートの5人乗り仕様を追加した。ホンダはそのタイミングに合わせて CM ソングに米津玄師を起用したんだ。ふむふむ。後ほどジェイドもしっかり解説するが、その前に、オデッセイやストリームなど、かつて一世を風靡したホンダのロールーフミニバンの歴史を振り返ろう。ホンダのミニバンといえば、やっぱりオデッセイだよねー。上級ミニバンのエリシオンと統合されたことで、現行オデッセイは前高が高くなってしまったが、以前はロールーフミニバンとして人気を集めていた。そういえばそうだったね。良い意味でミニバンらしくないスタイリングが素敵だったもん。初代オデッセイの発売は1994年、当時のミニバンは商用版をベースにした安っぽく道具感の強いモデルが多く、乗用車らしいミニバンが充実していなかった。そうそう、一昔前のミニバンって、まさに商用版って感じだったよ。セダンやクーペ以外のモデルが充実しておらず、RV ブームの波に乗り遅れたホンダは業績が低迷。ミニバンに開発費を割く余裕もなければ、大型車を生産する環境もないという二重苦だった。そんな状況下にもかかわらず、なんでホンダはオデッセイというヒット作を生み出すことができたの？逆にこの二重苦が功を奏したんだぜ。ちょっとよくわかんない。大型車を生産するためのラインを導入する余裕がなかったホンダは苦肉の策として、アコードのプラットフォームをベースにオデッセイの開発を進めることにした。アコードか、あんまりミニバン向きとは思えないけど。だが、結果的には大成功だった。前高の低いルーフにアコード由来の走行性能、スライドドアこそ採用できなかったが、多人数乗車を可能としていながら走りも良く、極めて乗用車的な作りが高く評価された。当時としては画期的だもんねー。発売間もなく大ヒットした初代オデッセイは、他社を巻き込んだミニバンブームを引き起こした。低迷していたホンダの業績も一気に回復させたんだ。すごいなー、とんでもない人気だったんだね。2003年に販売された3代目オデッセイは、新開発の低床プラットフォームを採用。低床、低重心、を売りにして、オデッセイのブランドイメージを高めた。もともと低いのにさらに低くしたんだね。ミニバンや SUV が苦手とする機械式立体駐車場を難なくパスできる前高の低さを実現したんだぜ。走りも良くて多人数乗車もできて、何よりかっこいいって無敵じゃない？当然、オデッセイにも弱点はある。何？オデッセイは3ナンバーで車幅が広いため、取り回しに苦労するという声が多かったんだ。なるほどね、都市部だと特に大変だよね。そういう声を親身に受け止めたホンダは、オデッセイの魅力を受け継ぎながらも5ナンバー枠に収まるストリームを発売した。なんかホンダの勢いを感じるぞ。ストリームの登場はいつ頃なの？ストリームの発売は2000年、2代目オデッセイが発売された少し後だな。それ以降はオデッセイとストリームの2車種でロールーフミニバン需要に応えていったんだね。ストリームは走りが良くて多人数乗車も可能。それでいて取り回しの良い5ナンバーサイズ。こんなに魅力的な車が売れないわけがない。当然大ヒットしたんだよね。発売10ヶ月で10万台超えの販売台数を記録したぜ。
オデッセイもストリームもまさに無双状態だね。だが時代とは移り変わっていくものだ。ロールーフミニバンとしてのオデッセイ、つまり4代目モデルは2013年に販売終了、ストリームは2014年で生産終了となった。その2車種の流れを受け継いだのが2015年に発売されたジェイドってわけだ。まあそういうことになるな。ジェイドの外観は前後の低さを強調したスタイリッシュなデザインに仕上がっている。見た目は3列シート車とは思えないほど低く構えた流線形フォルムになっていて、何よりデザイン性に優れているよね。走りにも期待できそうな感じだよな。ボディサイズはどのくらいなの？全長 4650mm、全幅 1775mm、全高 1530mm。ホイールベースは 2760mm となっているぜ。3ナンバーサイズなんだね。次はフロント周りから順番にデザインを駆使していこう。低く抑えたボンネットに、グリルと連続するシャープなヘッドライト。際立った個性はないけどクールだね。ジェイドは顔つきにホンダの統一デザイン、ソリッドウィングフェイスを採用している。今時のホンダ車って感じするもんね。ジェイドと同時期に販売していた3代目フィットや、後に登場するグレース、シャトル、フリードなどと一貫性のあるフロントマスクに仕上がっている。細くて鋭いヘッドライトは迫力があって速そう。続いてジェイドをサイドからチェックしてみよう。伸びのある低いフォルムは空力的にも優れている。安定感のある快適なドライブを楽しめそうだな。キャラクターラインは控えめで落ち着いた大人のスポーティーカーって感じ。ここはグレードにもよるが、メッキ調アウターハンドルやハイグロスガーニッシュなど細部の質感にもしっかりとこだわっていることがわかる。最後はリア周りの造形をチェックするぜ。三角形と細長い形状を組み合わせたテールランプと連続する U 字のメッキガーニッシュが特徴的だな。上質感とスポーティーさを両立できているよね。ごちゃごちゃとした印象を抑えつつも独自性のあるデザインに仕上げたのは好印象だな。次はジェイドの内装デザインだが、広がりのあるデザインに仕上がっている。落ち着きのある空間だね。グレードによってはカーボン強化色を選択可能。内装色はブラック、ホワイト、ブラウン系の中から、好みのものを選ぶことができるんだぜ。メーターはデジタル表示で先進性を感じるし、ダッシュボード上部に配置されているから、視線移動少なめで安全に運転できそうだよ。ここからはミニバンの最重要項目である、実用性の観点から車内空間をチェックしよう。車内空間は見た目よりも広くて、思っていたよりも快適そうな感じ。ホンダといえば MM 思想だしな。当然このジェイドにも反映されているぞ。何それ？マンマキシマム、メカミニマム思想の略だ。難しく聞こえるが中身は至ってシンプルで、機械類を最小にして広い空間を確保するって考えだ。なるほど、言葉で言うほど簡単ではなさそうだけど、考え方自体はわかりやすいね。ユーザビリティを最大化するってことかな。ジェイドは一応ミニバンとして販売されたが、厳密にはステーションワゴンともミニバンとも異なる、スタイリッシュで実用的な車、がテーマなんだ。なんとなく伝わるけど、具体的には、足回り、床下部品を小型かつ効率よくレイアウトして、フューエルタンク、排気システムの薄型化を徹底した。ふむふむ。セダン並みの低前後と3列シートを実現するために、専用設計の部品を多く採用している特徴がある。結構贅沢な車なんだ。走りだけではなく低床下にも大きく貢献するダブルウィッシュボーン式サスペンションをリアに採用したから結果的に乗り心地も向上した。ジェイドはあらゆる部品やレイアウトに工夫が施されているホンダの力作なんだぜ。2列目シートにキャプテンシートを採用しているところも魅力的だよね。座面が低いからまるでソファに座っているような感覚だぞ。大勢で長距離ドライブが楽しめそうだ。2列目シートはスライド機構が独特でな、左右ともホイールハウスを避けるように約20度ほど斜め内側に後退するんだ。そうすることでスライド量を稼いでいる。V スライドキャプテンシートという名称で、170センチのロングスライドが可能なんだぜ。へえ、面白い機構だね。キャプテンシートとしては珍しい跳ね上げ機構も採用されているんだ。3列目シートは5対5分割で床下格納できるから、キャプテンシートの跳ね上げと組み合わせて、広大なラゲッジスペースも実現できる。シートアレンジの多彩さはさすがホンダ。使い勝手の良い便利な車に仕上がってるなぁ。その上走りも良いのがホンダの真骨頂だぜ。ジェイドは大きく分けて、ガソリン車の 1.5 リットル直列4気筒ターボ、
そしてハイブリッド車の設定があるんだ。ハイブリッド車の設定は当然として、ガソリン車は走りが期待できそうだね。だってターボだからな。もしかして煽ってる？ガソリン車の最高出力は150馬力、最大トルクは 20.7kg となっている。排気量の割にはパワフルだよね。1600回転という低回転域から 2.4 リットル並みの最大トルクを発生して、力強い加速を実現しているんだぜ。ダウンサイジングターボってやつか。まさにその通り、高応答ターボチャージャーだから低回転域でも大きなトルクを得ることができるし、燃費性能も静粛性も優れているんだぜ。トランスミッションはどうなの？普通の CVT だ。リニアな加速とダイレクト感を重視した、スポーティーな味付けに仕上がっているぞ。ふーん、まあ9大点だね。そう悔しがるなよ自然吸気ちゃん。悔しがってなんかないもん。それでハイブリッド車はどうなの？ホンダ独自のスポーツハイブリッド、IDCD だ。最高出力はエンジン131馬力、モーター 29.5 馬力、最大トルクはエンジン 15.8kg、モーター 16.3kg。直噴エンジンとモーターの組み合わせだし、ハイブリッド車も必要十分なスペックだね。2.0 リットル、自然吸気エンジンに並ぶ実力で、スムーズな加速が高く評価されているぜ。低燃費を実現するためだけじゃなくて、スポーツ要素も取り入れるところが、ホンダらしさあって魅力的に感じるね。駆動方式は FF で 4WD の設定はなし、車両重量は 1430kg から 1530kg となっている。3ナンバーミニバンとしては軽量だね。走りは抜群に優れているんだろうな。サスペンションやステアリングに関しては、ジェイド専用のチューニングが施されていて、上質な走りと乗り心地を実現しているぞ。こだわりが随所に隠されているんだね。超高密度低床設計による低重心に加えて、ボディ剛性も徹底的に高めることで、走りの質をとことん磨き上げているんだ。ものすごい徹底ぶりだけど、走行性能ばっかり重視して大丈夫なの？あくまでミニバンなんだよね。そのあたりはさっきも解説したと思うが、実用性なども一応考えられている。一応？ジェイドは静粛性にも配慮している。外装部品の風気音やロードノイズ、エンジン音などを低減して漏れなく対策を施しているんだぜ。静かなのはファミリー向けの車としては嬉しいね。カーブ時に4輪それぞれのブレーキを独立制御して、機敏なハンドリングをアシストする AHA も搭載した。何それ？AHA、アジャイルハンドリングアシストは、通常のドライブ領域において安定感のあるコーナリングを実現するシステムだ。FF でアンダーが出やすいから、電子制御でアシストしてくれるんだね。子供がいても安心して運転できそうだ。安心といえば、フロントピラーやドアトリム形状を工夫して、見晴らしが良く視覚の少ない視界の確保に努めた、歩行者の多い地域では嬉しいこだわりだと思うぜ。フロントガラスに傾斜があると視界悪いしね。以前のオデッセイやストリームと同様、機械式立体駐車場にも対応した前行で、最小回転半径は 5.5 メートルと街中でも取り回しやすい。3ナンバー枠なのに小回りが効くんだね。当然欠点もいくつかあるんだが、基本的には良い車に仕上がっている。ここまでの解説では、デザイン性や走行性能が高いけど、それらを重視したからといって実用性に手抜きがあるわけでもないし、魅力的な車のように思えるけどなぁ。だが街中では見かけないよな。販売台数は一体どのくらいだったの？販売期間は2015年2月から2020年7月。累計販売台数は約2万台となっている。手作りの受注生産かな？いや、普通に LINE での量販車種だぞ。手作りだったらもっと少ないだろ。目標の月間販売台数は3000台だった。あれ？月間平均にすると約300台だね。10分の1と目標には遠く及んでいないな。良い車なのになんでこんなに売れてないの？まあ基本的には良い車なんだけどな。ジェイドには致命的な欠陥があるんだ。欠陥って、そこまで言い切っちゃっていいの？さっきは深く触れていなかったが、そもそもジェイドは3列目シートの使い勝手が悪すぎるんだぜ。ミニバンとしては致命的だよね。頭上空間も足元もかなり狭い。3列目シートに成人男性が座るためには、2列目シートを前方に大きくスライドさせる必要があるんだ。2列目シートはキャプテンシートだけど、限界までスライドしたらさすがに窮屈よね。3列目シートの閉塞感を和らげるためにジェイドはガラスルーフを採用しているが、大柄な人は頭が天井に当たってしまう。
仮にそこまで体格の良い人じゃなくても、長時間の乗車は耐えられないだろうね。小さい子供なら余裕かもだけど。車内空間がタイトな上にスライドドアも非採用だから、乗降性も極めて悪いんだ。特に3列目シートへのアクセスは2列目シートを限界までスライドしてリクライニングする必要があるからな。それを乗り降りの度にするのは、正直ストレスでしかないよな。一般的なワンボックスのミニバンなら簡単に乗り降りすることができるからな。でも3列目シートを採用しているステーションワゴンとして考えるなら、それほど悪くもないような。3列目シートを予備として考えて、普段はステーションワゴンとして使うとしよう。ところがジェイドは2列目シートが逆転シートになっているから、後部座席に2名しか乗ることができない。つまり3列目シートを格納しているとき、ジェイドは乗車定員が4名になってしまうんだ。あらら、それはちょっと寂しいね。だがこの点はマイナーチェンジによって、2列シートの5人乗り仕様が登場したことで、確実に改善された点だと言える。それでも販売が回復することはなかったけどな。発売当初にその仕様があればなぁ。まあどちらにしても値段がな。そういえばこだわり満載だったっけか、値段は簡単に抑えられないよね。ジェイドの価格は244万円から314万円だ。ストリームの実質的後継車種に当たるのに、ストリームよりも60万円も高くなったんだ。ストリームは5ナンバー枠に収まるサイズ感で、取り回しやすく7名乗車を可能としている。それでいて価格も安いから魅力的だったんだが、魅力を削いじゃったわけだ。3ナンバーに拡大したけど乗車定員は6名、しかも3列目シートは不便で価格も高い。ジェイドのスポーティーさや上質感は私は嫌いではないんだけどな。その分価格が大幅にアップしたことでストリームの良さを打ち消している。上級ミニバンのオデッセイと小さくてリーズナブルなストリーム、両方の魅力を備えようとした結果、中途半端なモデルになってしまったんだね。そもそも論で言えば、ジェイドが登場する数年前の時点でロールーフミニバンが売れる時代は終わっていた。だからオデッセイが姿形を変えて、ストリームが販売終了に追い込まれたわけだしな。機械式駐車場に対応しているのは魅力的だけど、都市部では車離れが進んでいるから、ロールーフの恩恵も薄くなっているよね。ミニバンを購入するなら広くて快適で、スライドドアのある車を選ぶ人が多い。ジェイドは乗員が少ない時は快適だが、窮屈で大人数での乗車には向いていない。その上スライドドアも非採用だから、そもそも購入の候補に上がらないんだよ。オデッセイとストリームがヒットした背景には、まともなミニバンがなかったことが大きい。しかし現代はワンボックスのミニバンでも上質かつ実用的で走りも進化している。確かに背が高く大型のミニバンでさえ、そこそこ良い走りをしちゃうからな。ミニバンや SUV の基本性能が向上したことで、かつては一世を風靡したストリームでさえ販売終了せざるを得なくなったんだ。需要の減ったロールーフミニバンの後継だし、ジェイドは発売時点で厳しい状況だったんだね。せめてオデッセイのように車内空間を確保するか、ストリームのような格安3列シート使用車というどちらか一方に寄せていればもう少し売れたかもな。車作りって難しいね。マイナーチェンジを実施したジェイドの CM だが、その曲名は皮肉にも、ルーザー、ということで、ジェイドは廃車のまま販売終了となってしまったぜ。新車を購入することはもうできないけど、中古車として安く購入するならありかも。あ、車自体は決して悪いものではないから、ごくたまに3列目シートを使用するけど、基本はステーションワゴンとして活用する、というスタンスならめちゃくちゃ魅力的だ。ってことで今回はこの辺で終わりにするか。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った人は、ぜひチャンネル登録をお願いします。動画の高評価も待っているぜ。それじゃあ。